札幌北インターチェンジは札幌市東区と北区にある札村自動車道のインターチェンジ札幌都市への最寄り IC として位置づけられており案内標識には札幌駅がある札幌北 IC はフル IC だが2つのハーフ IC が向かい合うよう設置されて札幌新道に接続している東区北34条東3丁目にある朝日川 戸間小前方面出入口と北区北34条西6丁目にある小樽方面出入り口でそれぞれに IC 番号が付けられている。この IC 名は通行料金の領収証で確認できる。インター間の距離はおよそ1トルあるが料金表の距離表示では同じ距離とみなされている。平日夕方時の出口が大変混雑し、ほぼ例外なく、 年中出口まで1キロほど渋滞となっている。室蘭、旭川方面、小樽方面均一料金区間内に、月、両方向ともに、料金所はない。札幌北 IC から、札幌都心を結ぶ、国道5号のアクセス強化が検討されている。AB 道路時刻表研究改編、道路時刻表2006年から2007年版道路、整備促進規制同盟改善国協議会。 2006年の距離の値を採用 AB 高速道路車種、インターチェンジ別交通量、各交通モードの基本的な考え方自動車。第7回、札幌市総合交通計画策定委員会。札幌市。2014年9月10日へ覧。交通体系図。第7回、札幌市総合交通計画策定委員会。札幌市。2014年9月10日へ覧。 ありがとうございます。